はい、おはようございます。とりあえず夏でも毎日、冬でも毎日やってる筋トレをとりあえずやります。で、休みなんで今日、休みの日はプラスいろいろ足します。とりあえず毎日とりあえずやってるのを今からやります。まず何やったかな、ジャンプしてからの腕立て。あとプランク、きついプランクですね。普通のじっとしてるプランクじゃなくて、普通のプランク、これで20回。とりあえずね、筋トレするときはもうちゃんと呼吸を、息をしないと、息止めてしまうじゃないですか、きつい運動って。息止めると筋肉に酸素が回らなくなって、まあ良くないみたいなんで、ちゃんと息をしながら。で、これですね。これもプランクも。これで1、2、10ぐらいで伸ばす。あとはしんど、やっぱね、夏の方がしんどい。暑い日、冷房かかってるんですけど、やっぱ夏の方がしんどいって。休憩しながらじゃないと。腹筋、これが毎日してるやつなんですよ。このね、腕立てでプランクの状態でこの辺に効く、お腹に効くやつをやって、あと腹筋ですね。これでもね、結構ヒーヒーになるんで、朝、毎朝シャワー浴びて用意して仕事に行くんですけど、でこれに休みの日は朝だけじゃなくて夜もやったり、でこれにね、さらに、ヒップアップですね。お尻に効く、こうやって1、蹴り上げます、後ろ。
とは何でもいいですけどね、とりあえず効きそうなものを。反復そんな感じで、こんな感じ。夏でも毎日筋トレ頑張ってます。お腹もね、だいぶ。皆さんもね、夏はよいしょ、汗かくんでね、運動しましょう。もう家の中でね、外は暑いから。それではまた撮ります。ありがとうございました。